代々教皇がアテナに代わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするあるものの姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセインとイーグルのマリンだった。なぜかつては全ての人々から崇められ慕われた教皇の邪悪の化身となったのか。ここに来れば何かわかると思ったんだが、これは教皇の死体。死後何年も経っている。ということは今の教皇はやはり、なんだこのコスモは。見たな、生きては返さぬ。ゴールドセイント。なんてまがまがしいコスモだい。あんたみたいなタイプは好きじゃないね。生きてここから帰ると思わぬことだ。ファイト。さっきまで確かに誰もいなかったの。一体どこから出てきたんだ。知る必要はない。貴様はすでに知りすぎてしまった。
このスターヒルが死体となるか、永遠に異次元をさまようか、好きな方を選ばせてやろう。Yeah!
でさまようがいい。覚えときな、あらわしの爪の恐ろしさをね。シルバーセイントならこれくらいは当然さ。危ないところだったね。それにしてもこれで全てがはっきりした。今の教皇は真っ赤な偽物。13年前に何者かがすり替わってアテナを殺害しようとしたんだ。その正体はおそらく こうしちゃいられないよ。この命に代えても聖夜のところへ行かないと。シュンに創業級を任せた聖夜は教皇の間を目指し、深紅のバラを敷き詰めた道を駆け上る。しかしそこにはアフロディーテの恐るべき罠が仕掛けられていた。花粉を吸い棘にかすっただけで五感を失い死に至るデモンローズの猛毒にかかった聖夜はついに道半ばで倒れてしまうのだった。早く教皇の間に行かなければ。でも力が入らない。
けない。これは相当デモンローズの好機を吸ったようだね。こうなったらこのマリンが引きずってでもお前を教皇のままで連れて行ってやるよ。セイヤ、こんなところで死んでしまったらダメだ。誰かが助けてくれている。この感じはとても懐かしい。まるで俺の姉さんのような。気がついたのかい、セイヤ。その声はマリンさん。喋るんじゃないよ。教皇のままで敷き詰められたこのバラは猛毒を持っているんだ。お前は教皇の間に行き着くことだけを考えるんだ。マリンさん。お前を担いで行ってやるつもりが。どうやらそういうわけにはいかなくなったようだ。セイヤ、私のことは構わずに行きな。今ならまだ間に合う。一気に駆け抜けるんだ。さあ。女のマリンさんを踏み台にして俺だけ生き延びるなんてできっこないじゃないか。みんながマリンさんまでもが命がけで俺をここまで連れてきてくれた。なのにこんなバラくらいで参ってたまるか。燃えろ俺のコスモよ。ペガサス流星剣で吹き飛ばしてやる。デモンローズが吹き飛んだ。マリンさん、もう教皇のまま目の前だ。マリンのことは私に任せて、お前は早く行くんだ。さあ早く、時間はないんだ。ありがとう、シャイナさん。セイヤ、私にはまだお前に借りがある。お前がこの戦いに勝ち抜いて戻ってきたら、必ず返させてもらうからね。決して死ぬんじゃないよ。
月、シリュウ、ヒョウガ、シュン。友という大きすぎる犠牲を払いながら、聖夜はついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのは、サンクチュアリ・ヒロシといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は教皇を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。お前が教皇か。聖夜、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れていくぞ。聖夜、すまないが私の力でも、アテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。逃れはさせないぞ。聞きたまえ聖夜。この教皇の間を抜けたアテナ神殿には、神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か。私に構わず早く行くんだ、聖夜。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て。誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。まるで神が悪魔に変身したようだ。
ジェミニよ、本当のお前の姿はどっちだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。ファイト。アテナは間もなく死ぬ。そうすればアイオロスが持ち去った勝利の女神ニケも私のもの。アテナの盾とニケ2つ揃えば天界のゼウス、大海のポセイドンを抑え、冥界のハーデスさえも抑え、この私が直に地上の支配者となるのだ。ウィナー、負けられない。アテナのためにも。これが俺の実力だ。強すぎる。ダメだ、どうすることもできない。今度こそ息の根を止めてやる。死ね、せえよ。誰だ、この私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。このシャガとムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子だ、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。ジェミニ、お前の最後を見せてやろう。今さら死に損ないが一人二人増えたところで何になる。ファイト。ギャラクシアンエクセプト。九死に一生を得たその命、再び捨てに来たのか。この俺の命などいくらでもくれてやる。だが聖夜だけは絶対に死なせません。アナザーディメンション。
にドラセン。消し止め。君でも私の邪魔をした。たっぷりと苦しませてから殺してやる。愛ではなく精神の方を砕くまでだ。フェニックス幻魔剣でな。私が大地を支配することがそんなにいけないことか。無数の邪悪はおろし、神々までもがこの大地面の狭間に。お下りのような小娘では守れん。私こそがこの時代の救世主なのだ。私の技を受けて半生半死といったところか。さあとどめを刺してやるぞ。させんぞ。消えろ。
仕留め。お前、ギャラクシアンエクセプロード。からの命を懸けて戦った友のために、同じ時代を分かち合い生まれてきた帝王熱き血潮の友のために、この命を懸けて。ウィナー、ダジャクナ、フェニックスを滅ぼすなど勝死。ジェルニ、お前の最後を見せてやろう。今さら死に損ないが一人二人増えたところで何になる。ファイト、アナザーディメンション。一気九死に一生を得たその命を再び捨てに来たのか。この俺の命などいくらでもくれてやる。聖夜だけは絶対に死なせはせん。アナザーディメンション。
め！はっ！で、どうで！ああ！せや！そして、アテナの命は絶対に取らせん！はっ！で、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 ダジャクナ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。そろそろ限界のようだな。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ。このジェミニ最大の剣。ガラクシアンエクセプロージョン。おのれ、アテナ神殿へ向かったか。誰が行かせるか。アテナの盾は絶対に取らせん。もう少しでアテナ像だ。でも、さっきまでかすかに見えていた。アテナ像までかすんできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。だが、まだ俺は死ねない。アテナの盾を沙織さんの方角にかざすまでは。聖夜、あなたは希望。今、すべての人々のあなたは希望。聖夜、聖夜、わずかに残った俺のコスモを。聖夜、消えそうな俺の命を。かすかに残った僕の命を、僕のコスモをすべて君にあげるから。聖夜。何？ペガサスがまた。しかもなんだ。聖夜の後ろに浮かぶあのコスモは。ペガサス。いや、ペガサスだけではない。聖夜の後ろに無数のコスモが。聞こえる、友の声が、兄弟の声が。そして、アテナの声が。みんなの声が、俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。
サガよ、お前の最後だ。今こそ邪悪を断つ。この命ある限り、お前を倒す。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。ファイト。最後を見せてやる。最後に、もう一度だけでいい。コスモよ、心のコスモよ、奇跡を起こせ。全てを打たれて、見ることも聞くことも、ね、感じることすらできないペガサス、なおも私に戦いを挑もうというのか。はっはっ、赤目はっ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 、最後を見せてやる。
まだまだ。地上の神となるべき男、アテナと共に死ね。ペガサス、最後を見せてやる。クロイ、ギャラクシアマン、エクセロード、私の邪魔をするな。ギャラクシアンエクセプロード、天の魔王戦、アカメ、消し止め。セイヤ、セイヤ、しっかり。セイヤ、立つんだ。セイヤ、俺頑張るんだ。セイヤ、頼んだぞ。みんなの声、俺を呼ぶみんなの声、はっきりと感じることができる。アカメ、サガよ、五感を断たれた俺は肌にも見えないし、聞くこともできない。見る以上にそれらの感覚を超えて、今はっきりと全てのものを感じることができるのだ。消し止め。どこを見ている。黒いギャラクシア。
ション、歯が立たないということがまだ理解できていないようだな。消し止め、みんなが与えてくれたこの力で歯が最後を見せてやる。俺はお前を倒す。クロイギャラクシオン、エクスプロージョン。ジェミニのサガを諸悪の根源を倒したぞ。アテナ像のあの盾さえかざせば、沙織さんのアテナの命が救えるんだ。おのれ、盾に触らせるか。アテナよ、正義の盾を与えたまえ。沙織さんを、アテナを救え。我らゴールドセイント、残りはわずかになってしまいましたが、
あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老法におられる老師からサンクチュアリの増強に至るまで、あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。行きましょう、サンクチュアリの頂上へ。見ていましたか、サガ。聖夜の剣があなたの心を支配していた。邪悪のコスモに激しい衝撃を与えていたことを。そうだったのですね。彼に感謝しなくては。こうして最後にあなたにお詫びを申し上げることができる。最後、私の罪が許されるとは思っておりません。ですが、私にできる贖罪の手段はこの程度しか。この差が許されるのであれば、正義のために生きたかった。サガ。サガの心には強い善と悪が混在していました。ですが、最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。紫龍、氷河、瞬、一騎、そして聖夜。あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかし、あなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にも
ようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。あなたたちが戦ったように、私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。